このビデオでは EGR のインストレーションの仕方を紹介します。 EGR のインストレーションには2つの方法があります。もう解析に EGR しか使わないという方はこの方法の1番で結構かと思います。もうこれはここをクリックダウンロードして通常のソフトをインストールする仕方で行うということなんですけれども、 EGR だけではなく R の他のパッケージと一緒に使いたいという場合はこちらの方法2の方を用いてダウンロードを行ってください。それではこのビデオでは方法2の方のダウンロードの仕方というのを紹介したいと思います。方法2の方は R を EGR の母体であります R の方をダウンロードしていきますので、 R のメインのウェブサイト rproject.org と入れていただいて、こちらの方のウェブサイトから R をまずダウンロードしていきます。で、 R のダウンロードはこのダウンロード C 欄というのをクリックしていただいて、ミラーサイトいろいろありますけれども日本ですので、日本のどこかをクリックしていただいて、で、自分の PC に合ったものでダウンロードを行います。で、これ私は Windows ですので Windows をクリックして、で、入れるときはベースの方を入れていただければと思います。で、ここでダウンロード R3.2.0 という最新版がダウンロードしてきます。で、これを通常のソフトをダウンロードするように、保存または実行または直接実行ということで R をセットアップしてください。はい、でもこれ私すでにこのコンピューターは R を入れておりますので、それが入ったらこちらのアイコンの方から R を呼び出していきます。で、R が入り、ここで R に入りましたけれども、まず最初にここから EGR に入っていくんですが、R の場合はこれ無料ソフトでいろんな人がパッケージを上げておりますので、そのパッケージをまずインストレーションするところからちょっと何段階かになりますけれども、一つずつ説明していきます。まずパッケージに行きまして、パッケージのインストールのところで、これもどこのミラーサイトで聞いていきますので、日本であれば、日本のどこかをクリックしてください。で、ここで、今東京の、ミラーサイトにアクセスをして R のパッケージ、が出てきました。で、ここで R コマンダーの、EGR のプラグインがありますので、まずそちらをインストールします。R コマンダーの EGR のプラグインで、これで OK。はい、で、EGR これで入りました。で、EGR は、パッケージとしては R コマンダーというパッケージのプラグインということですので、まずこの R コマンダーが使用できるように R 上にロードしていきます。で、ここは手でタイプしてください。ライブラリーの R コマンダーと入れて R コマンダーを呼び出します。で、ここでちょっと待ってください。はい、R コマンダーが入りました。で、ここでですね、R コマンダーでツールのところに R コマンダープラグインのロードというのがありますので、ここをクリックしていただくと、先ほど、パッケージのインストレーションということで、R のコマンダーの EGR 読み込みましたので、 EGR が選択できるようになります。で、ここで OK と入れていただくと、この R コマンダーがこの段階で EGR に変わりました。で、ここで EGR を使っていくわけですけれども、私の授業では R コマンダーだけではなく R の他のパッケージも実際に EGR の画面上で使っていきたいと思っていますので、ここで他のパッケージを R コマンダー上 EGR 上で使えるように設定を行います。はい、ここで、他のパッケージ、今回は RMS という私がよく使うパッケージを EGR、の中に読み込んでいきます。で、ここでまずツールのところに行ってパッケージのロードのところで RMS があればもうそれを選択してクリックするだけでいいんですけれども、ここには RMS は入っておりませんので、まず R コンソールの母体の方に戻って RMS のパッケージのインストールから始めます。はい、RMS ありましたので、OK ということで、読み込んでいきます。
で、ここで RMS に入ったら EZR の方に戻って、ここでツールのところパッケージのロードで、RMS が入りましたので、OK と。でこれで RMS 使っていけるはずですので、ちょっと確認しますね。確認のために A というベクタル123というデータが入ってベクトルを作成します。で、そのベクトルに対して RMS のファンクションであるディスクライブという機能ファンクションが機能するかということで、ディスクライブ A と実行ということで、はい、ディスクライブ動きましたので、RMS 正しくインストールされました。